ゆめちゃん YouTube チャンネル。真夏に花がお休みする植物が多い中、春から冬まで連続で咲き続けてくれるガイラルディアのスピントップをご紹介いたします。目に焼き付くような鮮やかな花色が特徴で、ローメンテナンスで長期間咲いてくれるので夏の花壇にぴったりです。一日中日のよく当たる場所に置いてください。お水は土がしっかり乾いてから与えましょう。多湿を嫌うので長雨が続く場合は雨の当たらない場所に移すか、土の排水性を高めるようにしてください。具体的には腐葉土やピートモスをすき込んだり、黒曜石パーライトを混ぜたりして水はけを良くします。肥料は植え付け時に元肥を施し、 2,3 週間後から液肥を1週間に1回与えてください。株の姿が乱れてきたら草丈の半分くらいまで切り戻しましょう。大幅な切り戻しは夏頃までに済ませ、秋になってからは花柄を摘む程度にします。動画を最後まで見てくれてありがとうございました。グッドボタンとチャンネル登録もよろしくお願いします。